皆さん、おはようございます。おじさんです。ですね、ノベルアップさんですね。ノベルアップラスさんの方でですね、新たに投稿した作品の紹介をですね、させてくださいということで、これです。ですね、こんな感じですね。角見さんの方でですね、投稿しとった作品なんですけど、僕の嫁は僕の酋長です。それをですね、今度は、リニューアルやり直しながらですね、角見さんの方でじっくりやってたんですけど、やっぱりですね、回収って皆さん見に来ないんですよ。だからだんだんやる気がなくなるんですよね。ということで、放置してたんですけど、角見イベントも始まるし、11月からノベルアップさんの方もですね、HJ さんの工期が始まります。それに参加するので、一応回収を始めました。で、それでノベルアップさんの方へですね、投稿を始めた作品です。一応ですね、おじさんのですね、自信作いうわけじゃないんですけど、それになる作品なので、もしよろしければですね、角読みさんは、と、あとノベルアップさんの方へですね、見に来てください。角読みさんもコンテスト11月から両方揃って始まります。あとですね、これでもう一回ダメならもう一度回収して、今度はですね、ガガさんの方へ公募で応募してみようと思います。といった作品です、多分。多分、角川さんの方が難しいだろうな、結構。キスシーンとかあるからな、結構今は厳しいもんな、規制が。ということで、多分ガガさんか、それかもう一度 GA さんにチャレンジしてみようと思います。できればですね、角読みさんからでですね、コンテストさんの方でですね、あれしたらいいんですけど、角読みさんの方のコンテストは去年じゃないわ、おととしはですね、一応中間選考通りました。作品です。それをさらに回収してやろうと思います。だけど、公募実際1回しかまだ送ったことがないんですよね、おじさん、この作品、実は。DA さんの方にまだ1回のみなので、あと、よその方にですね、他のところへ、講談社さんもあるな、結構あちこちへですね、あるんで、公募してみようと思います。もともと長野さんの方にあった作品なんですけど、あんまり長野さんの方でですね、いや、でも見てもらえようったんですけどね、ガガガーンと結構ですね、最初の頃にですね、ちょっと内容がひどいとかで結構叩かれたんですよね。今でこそなくなったんですけど、書いてることがちょっとひどいとかですね、結構いじめに近いような感じのこと結構きつく書いたんで、それでちょっと成尾さんの方でですね、評価が下がったけど見たんですよね、もういいわとかいう感じで。だけど、角読みさんの方でまたあれして始めて、直しの繰り返しであれから5年経つのかな。だから結構古いんですよね、この作品で実は。おじさんが最初に、一番最初に校正、もら、一番最初にレビューもらった作品じゃないかな。の作品になるので、よろしければですね、思い入れのある作品なんで見てください。できればですね、頑張って出版化したいなと思う作品なので、すいませんが、よろしくお願いします。一番まだ、あんまりまだ直してないんですけど、とりあえずこんな感じです。ちょっとですね、できればラブシーンとかそういうのを今回はですね、もうちょっと18禁に引っかかりそうだなというのを全部抜いていきます。抜いてから話を進めようと思うので、よろしければ、一応ですね、遊びに来てください、読みに来てくださいということです。ということです。もしこれでダメなら、あとどこがあるかな。今、ファンタジアさんも難しいだろうな。ハイスクール DD でラストだろうな、多分。結構おじさん DD、ハイスクール DD 強いですからね、ずっとあれ読んでたんで。ということで、なんとかですね、直してやってみようと思います。ご視聴ありがとうございます。